して松潤さんのニュースコーナーです。お願いします。はい、お待たせしましたよこのコーナーを待っている全国5000万のファンの皆さん、いきますよ。さあ皆さん、ちょっとここになるかもしれませんが、いきますよ頑張れ、見てる方大きい声でね、頑張れ。そうですね、感想などはですね、ツイッターの方には書き込んでいただければと思います、はい、松潤さん、ちょっと温かい目でね、ちょっとすぐへこんじゃうので、もう全然ヘイトでも何でもいいんでね、マジで一人っ子ですからね。一人っ子なんで安全です。ちょっとね、でも心はナイブなんで、はい、行きます。はい、はい、じゃあまずはモンスターハンターワールドの関連情報をお届けします。はい、モンスターハンターワールドのね、最新プロモーション映像の方がなんとね、昨日公開されまして、そちらの映像がございますので、まずはそちらをご覧ください。どうぞ。発表されましたもんね、うん、ワクワクが止まらないですもん。質問したいことがいっぱい。最後のやつとかね、最後もそうですけどね、あれは、うん、モンスターのモーションとかも、うんうん、地形とかもね、いろいろ興味はすごくあるんですけど、ちら、まあね、ちょっと気になるところもいっぱいあるかと思うんですけども、そちらは次の11月15日のカプコン TV にてちょっと詳しくね、紹介していきたいと思いますんで。なるほど、あ、ゴージャスがいる時かな。そうですかね。チキション急に怒り出した俺はもう白塗りでくらよかったいやタッチはタッチやんかでぜひ11月15日ね、楽しみにしてもらえると思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。で、今ね、流した映像なんですけれども、公式サイトの方でも、視聴できますのでね、ぜひね、気になった部分など何回もね、繰り返し見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。そうか、今日は辻ピは来ないのか今ね、パリの方に行ってるんで。パリとパリでイベントをやってまして。あ、すごいですね。じゃあしょうがないですね、はい、いやしょうがない、ワールドですから。うん、そうですね、うん、じゃあ続きましていきますね。はい、はい、ではモンスターハンターワールドの、コレクターズエディションの情報になります。はい、ネルギーガンテのフィギュアなどが同梱されるモンスターハンターワールドコレクターズエディションの、うん、追加の情報になります。コレクターズエディション用として書き下ろされたネルギーガンテとリオレースが大迫力で描かれたアートでして、同梱のアートブックに、掲載となるほか、コレクターズエディションを収納するボックスもこちらを使用したデザインになります。さらに同梱のサウンドトラック CD の収録曲にはモンスターハンターワールドバージョンの英雄の証のほか、
本作のために制作された新楽曲も多数収録されております。すごい、はい、あのね、ちょっと箱の方が今、はい、このフィギュアで、あー、おー、この3人何これ。すげー、これ箱、箱、これね、白もね、え、どうなってんの。はい、おお、それぞれの縄張りのね、中でモンスターが息づいてる。おお、これはこっちが上だった。いや、今気づいた。本当だ、ごめんねと。メンゴ出た。さあ、これですよね。かっこいいですよね。これも後ろ見せてあげてください。え、真っ白。何も考えてなかった、真っ白。まあ、こうやっぱりいいですよね。新旧モンスターが対峙する場面も見てみたいという。あ、いい、それぞれのね、生息する縄張りがあって、そして地形があって、そこにハンターがいるというね、非常に楽しみなタイトルでございますよ。ありがとうございます。こちらね、フィギュア、あとアートブック、サウンドトラック CD と、はい、デラックスキットがダウンロードできるプロダクトコードを同梱した、うん、モンスターハンターワールドコレクターズエディションは、2018年1月26日、価格の方は 15,980 円となっております。はい、こちら数量限定生産ですので、こちらの方も早めにということでよろしくお願いします。ね、曲入ってるの嬉しいですね。すごくいい曲なんで、はい、どんどんいきますよ。どんどんいってください。はい、次はこちらですね、モンスターハンターワールドスペシャル体験会 in オータム。はい、モンスターハンターワールドのスペシャル体験会 in オータムで、うん、大阪会場が、先日10月21日土曜日に開催されまして、こちらのなんとレポート映像があるとのことなので、ちょっと見てみましょうか。どうだったんだろう。はい、映像の方どうぞ。見たい。なんとね、カプコン TV からはショコラちゃんの方が参加して、で、富山編集長と一緒に MC をしていただきました。当日はモンハン部で事前募集して、当選した、モンハン部員の皆さんにご来場いただき、モンスターハンターワールドのシングルプレイ、マルチプレイを ドスジャグラス、ボルボルス、アンジャナフから討伐対象を自由に選んでじっくりと遊んでいただきました。で、マルチプレイでは討伐対象ではないリオレウスやディアブロスなどの、まあ、ツアーモノの、ね、強敵なモンスターに挑む方もいらっしゃったと。すげえ。で、また Q&A コーナーも実施しまして、本作の気になる情報を解説する時間も設け、なんと新情報も公開したと。またね、肉焼き機などの、写真の撮れる撮影スポットも用意。なるほど。で、こちらですね。焼いてる。で、こちらの体験会の日程ですが、こちらありますが、名古屋会場が、11月18日と19日、東京会場が11月25日と26日となっております。こちら事前応募制のイベントになりますので、参加希望の方は忘れずに応募してください。で、応募の締め切りは東京、名古屋ともに明日です。明日2日木曜日13時までとなっておりますので、それでそれで、はい、これは本当なかなかない機会だ。申し込んだ方がいいですよね。しかもあのモニターですよね、あのサイズのモニターで遊べるわけですよね。そうです、本当たっぷりの時間を、はい、座ってましたもんね。本当皆さんテンション上がってました、いや、いいですね。そうですね、ゲームショーみんな立ちでやってたけど、ね、で、分からなければね、あの女性の方々が教えてくれるんでしょ。そうですいいですね、教えてほしい。ハンターさんと受付嬢も、ね、受付嬢も来てくれて、そう、あの子ね、写真も撮れるので一緒に。可愛いもんね、撮りたい、来てほしいですね、ここにも。え、ここにも来てほしい。来ないんだよ、ここには。すごい可愛いの、あの受付嬢、なんで来ないんですかね。うわ、ぜひ体験してもらいたい。はい、ぜひ明日までということ。明日13時申し込めばいいんですよね。そうです。まずは申し込まないと始まらないので。そうか。うわ、来て、めっちゃやりたい。名古屋と東京、私、また本山さんと行くの？しますので。めっちゃ体験できるやん。いいなぁ。全然してないよ。あのシダ植物の動きを見に行きたいのに。知ってる？すんごい動いてんのよ。観察の方でね。なんや、余裕あるなぁ。教えてよ、情報。私ともお写真撮りましょう、皆さん。撮れんの？俺とも撮って。
ペッてやる。うるさい。うるさい。存在に。じゃあちょっと行きますかね。はい。応募はい。明日までの明日13時なのでよろしくお願いします。いや、いいな。はい。続きましてはモンスターハンターワールドの USJ コラボの情報となります。おお、来た。はい、ユニバーサルスタジオジャパンとのコラボレーションイベント、うん、モンスターハンターザリアルの、最新情報になります、うん、今回のモンスターハンターザリアルはリアルなモンハンの世界で、モンスターたちと対峙するウォークスルー型アトラクションに決定しました。ついにハンターにあなたもなれるんです、なれるんです。そしてモンスターハンターザリアルのメインビジュアルも本日カプコン TV で先行初公開です。すごい、こちらです。 これが今初公開です。お、後ろに映ってますね。あれ何、何、ね、リオレウスとかスその背後にねメインモンスターのネルギガンテとか。ネルギガンテすげえ、あれレウス、レウスです、ね、左は迫力がある。で今回のモンスターハンターズリアルは、実際にモンスターと対峙するハンターになった、自らの姿を写真撮って、持って帰ることができると。はい、ぜひねユニバーサルスタジオジャパンでしか体験できないリアルなモンスターたちと実際に出会える大興奮のハンター体験にご期待ください。あの武器持てんのかな、持てるんじゃないですか。いい、はい、持てんのあれ、え、あの武器持てるんですか。知らねえんかい。持てるんです。持てる、まあ、続報をねお待ちください。なるほど。はい、開催期間の方は2018年1月19日金曜日から6月24日の日曜日までとなっておりますので、はい、でなおこちらの情報ですが明日より公式サイトに情報が掲載されますので、うん、公式サイトの方もチェックしてみてください。なんか松潤来てからね情報が本当か嘘か分かんなくなってきた。待って待って、本当にソースあんねん。言ってないよ。本当に本当本当本当、松潤が言うとなんか嘘っぽく聞こえるな。おいおい、俺首じゃん。いや、そういうそういう格好してるからじゃない。誰だこんな格好したのは。自分でしたんでしょ。しかもモテるんですとかってどっちの意味か分かんなくなっちゃう。あ、僕モテるとかそういうことですか。じゃあちょっと本当なのかが分かんないから気になっちゃうな、うん、ちょっと信憑性がね信憑性あ、負けってうるさいんでちょっと行きますね、はい、次、はい、全部人のせい。じゃあ最後はこちらです。すで、に、放送中のモンスターハンターワールドの、CM ですが、ティザー CM ですが、大変ね迫力のあるものに仕上がっております、はい、でこちらの CM 別バージョンはツイッター用に制作されておりまして、なんと CM 中の BGM が英雄の証に変更されていると。で本日はこちらも特別にカプコン TV で初公開と。あら、ありがとうございます。お待ちしておりましたよ、ね、っやってみましょう、はい、映像の方どうぞ。高密度の息づく大地、モンスターたちのリアルな生態がここにある。捕食、縄張り争い、ハンターに必要なのはこの世界を利用する知恵と狩りの本能。狩れ、この生ける大地と共に。1月26日狩猟解禁、モンスターハンターワールド、予約を急げ。タプコン、いいですね。おお、初公開です。いいですよね、やっぱりこの曲ね。ね、今までのやっぱりねずっと聴いてきた曲ですから、はい、うん、テンション上がりますよ、ね、かっこいい。そうですね、いや楽しみですよ。楽しみ、うん、全然我慢できるもんね、すぐ来るから。すぐだもん。そうですね、もう11月ですから、ね、あっという間ですよ。あっという間ですね。もうすぐね、何日か寝たらすぐですよ、ね、どうせね、どうせね。それはない。それはね。この後ワールドの公式ツイッターの方にもありますか。はい、あのワールドの公式ツイッターの方で今の映像上がるそうなので、うん、この後、はい、すごいな、なんか面白いな。そうですね、はい、ナレーションも良かったですね、うん、ナレーション良かったですね、うん、うん、じゃあ続きまして、はい、情報いきますね。はい、はい、じゃあ続きましてはストリートファイター5の関連情報になります。はい、ストリートファイター5の追加キャラクターであるゼクー
ついに参戦ということで、ゼクーだ、来ましたよ。武神流38代目伝承者であり、うん、なんとあのガイの師匠ですね。そうですね。で、特殊な術で肉体年齢が若返るというね、素晴らしい、いいですね、羨ましい。ユニークなバトルスタイルで戦いを有利に進めようと。リハの時から言ってるけど、うん、そんなに辛いの？若返りたいですね。若返りたいですよね。なんのなんか。まあ24ですけど。絶好調です。こちらの、ね、映像がありますので、ちょっと映像の方をご覧ください。どうぞ。どうです？かっこいい。ね、若返った時のね、見た目が、はい、すんごい気になる。ちょっと、ね、ちょっとカマさんからちょっとゼクーの情報でも。なんか似てますね。似てるんすよ。そのあたりも熱いんすよね。若返ると同時に早着替えみたいな感じになる。うん、ネタみたいな感じ。洋服も早着替えで。いや、そうですね。持ちネタみたいな感じで。そうですよ。歌舞伎っぽい。かっこいいな。かっこいいですね。で、ですね、12人の追加キャラクターも入って、うん、お買い得な価格で登場するストリートファイター5アーケードエディションは2018年1月18日木曜日発売になります。12人の追加キャラクターとアレンジコスチュームが入ったキャラクターパスシーズン1とシーズン2をシーズン2をあらかじめ本編に収録しておりまして、うん、これから購入を検討される方にはこちらの商品がおすすめとなっております。なお、すでに、ストリートファイター5を持っていらっしゃる、方はこちら無料でアップデートとなりますので、はい、無料？無料です。持ってますよ。なので無料で、アップデートされるので、これからね始めようかなって考えてらっしゃる方はこのアーケードエディション、はい、買っていただけるとすごくお買い得かなと。なるほど、はい、なるほどね。めっちゃいいですね。ありがとうございます。じゃあ続きましてどんどんいきますよ。はい。じゃあ最新グッズ情報なんですけども、うん、こちらは、はい、かなさんからじゃあ、はい、私の方が、はいはい、ご紹介させてください、うん、では、現物が今日はいろいろちょっと現物をお持ちしておりまして。はい、そうなんです。ゲストが、ゲスト、ゲスト、スペシャルゲストです。おーおー、さんに来ていただきました。あー、すごい。大きい等身大の、はい、タルトになります。映り込んでいるアクリルなんで。なるほどね。これぐらいかな。すごい、すごい、ほんと座ってるみたい。うわうわうわ、こうか、こうか。まあ、そしてそうですね。いや、今日は来てもらいましたよ。ハルト君がいるということは、あら、ちょっと待って。何あれ入ってるよ。何その、あの自転車運ぶじゃん。いや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 、青芋連れてまいりました。
ました。葵くん、すごい。どうしたの今日は。横並びってことですか。これ何？すごい。すごい。はい。等身大の、イカポコンで、なんと明日の朝の10時までで予約を締め切ってしまうんですけれども、イカポコンで販売しているクリスマスメモリアルグッズになります。はい、すごい。彼はワインで、彼はシャンパンで、はい、2人で乾杯してクリスマスをお祝いできるという、はい、メモリアルグッズ。すごいこれ。テーブルに置いて。あ、そういうことです、はい、なんすかこのサイズ感。これ等身大ですね。等身大。なるほど、はい、顔ちっちゃ。ほらで、そうなんです。お揃いのグラスで。あ、そうなんです。お揃いのグラスで2人で乾杯ができるというものです。グラス付きですもんね。グラス付き。グラス、今日ちょっとグラスをお持ちできなかったんですけど、はい、こちらのもう一つこのバッグが、あ、ありがとうございます。まさかの持っていただいちゃう。このバーン、このバッグが付いてきます、はい、このバッグは、彼らを持ち運ぶことができる。なるほど。持ち運ぶというのはどういうことなんですか。ということはですね、はい、彼らとですね、一緒に温泉に行ったりとか、カラオケ行ったりとか、あと皆さんにレストランをね、個室とか予約いただいた時に、なるほど、一緒に、なんで笑うんだ、笑うとこで笑い、なるほど、そう、向かい側に置いて、そうです、二人で乾杯ってワインとかシャンパンでお祝いができるという。これ立てれるようになって、そうなんです、これ立てれるようになってるんで、テーブルに、はい、立てると多分ウッチーさんが映っちゃうんですよ。そう、そうですね、ちゃんとね、立てれますよ。本当に座ってるみたいに、はい、ね、映り込むからやけど、こういう感じでしとこうかな。すごい。はい、こういうね、そうですね、もういけるわ。これはクオリティ高いですね。これすごいな、等身大なんでかなり迫力があるかと思います。で、明日、一応グラスの単品販売っていうのもしてまして。グラスの単品販売。はい、なんでペアでグラスが欲しい人は追いグラスみたいな感じで一緒にグラスが、なるほど、これなんか追いかけるグラスって書いて追いグラスみたいな。あー、なるほど、お揃いのやつをね、お揃いのやつを、はい、では彼らが持っているグラスを売っていると。そうです、それと、あ、すげー、それも単品販売してますし、はい、そもそも彼にはそのグラスが1個ついてきて、バッグもついてくると、これですね、このセット。はい、明日の朝の10時までになっておりますが、大変好評をいただいておりまして、たくさんのクリスマスの予約を入れていただいている感じです。皆さんクリスマスはぜひ彼と過ごしていただければと思います。あ、かっこいい、かっこよすぎる、かっこいいな。あー、これ僕らの友達ですわ。LINE 交換しましたわ。すごい。あー、この2人いいでしょ。実物でこう、実際にこの世にいるわけですから。その隣にもいますよ。あ、隣に。まあでもこれだけ大きい。わしとも飲んでーな。わしとも飲んでーな。お茶で。クリスマス開いてますもんね。袋に入れて、袋に入れて。クリスマス開いてへんわ。営業じゃい。漫才やっとるわい。なんでわし込みや。どっちがよろしい、はい、サイズ感が分かりやすいですね。そうですね、非常に今サイズ感が分かりやすい。なんやと、ほな自分らも映った映画な、双子の兄弟も。うわぁ、すげえ。いいなぁ。なんか苦情来そうだから。はい、こちら明日までの予約で、お届けはですね、はい、クリスマスの前に12月22日に届きます。はい、そこからクリスマスを2人で楽しみにしてください。はい、というもの。すごい。はい、はい、すみません、ありがとうございます。はい、あとですね、はい、カメラで抜いていただきたいんですけども、同じようにですね、メモリアルグッズをもう一つ出してまして、はい、こちら、こちらですね、イカプコンでは予約を受付しているんですけれども、こちら誕生日をお祝いするグッズになってます。なんで、ハルト君の誕生日をお祝いするためにこの缶バッジと、キーホルダーですね、結構大きいんですけど、これをぜひお買い求めいただいて、彼のお誕生日をお祝いしていただきたいなと思います。すごいな、大きい、大きい、これはいいな、缶、はい、バッジ大きい、めちゃくちゃ大きい、大きい、愛してしまってる人がいるんだね、じゃあ。そうですね、彼らのことを。はい、ということで、はい、こういう商品もあります。そして、こちら、トラワレのパルバのミュージアム開催決定。これイカプコンとはちょっと関係ない話なんですけど、アニメイトさんの池袋本店の方でですね、設定資料の展示や限定販売とか特典などいろいろ企画中ということです。で、11月の7日頃よりですね、公式サイトで詳細の方をお伝えしますので、ぜひ皆さん定期的にチェックしていてください。はい、そして、あ、あ、え、
ちょっとこれお前持つな、お前が持つ足が短い。すごいな。いや嘘でしょ。足が短すぎた。やばい。これはやばい。足短じゃねえんだよ。色もなんか合ってて。色ちょっと合ってんな。合ってる。それ下ろしてるとあれそうかなと思うもん。そうですね。うん、足が短く見えるだろう。いやなんか斬新だなこれ。ブロ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 やめて。やめろ。苦情来るぞ本当に。あいつまずいな。なかなかやんちゃですね。なかなかやんちゃなことをしやがる。とそしてこれ、はい、こちらもイーカプコンであのおなじみのリクエスト企画の T シャツなんですけども、うん、バイオハザード7の新しい T シャツが出ています。すごいですね、こちら、はい、ベーカーファミリーとあとクリス・レッドフィールドかなり。かわいい。そうなんです。おかげさまで好調で、こちらは商品化決定しました。おめでとうございます、はい。ありがとうございます。そして、こちら。あのうん、ミスターエブリウェアとスーパーゲーターズがまだちょっとあと商品化に数が足りないので、ぜひ。壊すやつだ。そうです。ゲーム中で壊すやつですね。あと少しなんですね。オープニングのあのロケ班というかあの、はい、そうですね。すごく行くですよね。そうです。来る。ないことになる3人ですね。スーパーゲーターズ欲しいな。俺これが一番欲しいな。すごい。はい。めちゃくちゃおしゃれなのでぜひ今回も皆さんご注文お待ちしております。はい、アンドレ。アンドレ。はい、ということでちょっと駆け足でしたが、はい、イーカプコンからグッズの情報は以上となります。いやすごいな、はい、もう一本ワイン頼みたくなってきたな。ツイッターであやなっちがざわついてますよ。本当だ。パルマが殺しに来てる。あいつ予約するな。ありがとうございます。明日の朝あの10時に閉めちゃうので今夜中に。あやなっち急いで、あと12時間俺もついていくで。クリスマス俺も行くで。3人で雰囲気ぶち壊しなのに。俺だけどっか居酒屋行っとくわ。放火したのね。居酒屋本当だね。、はい、ぜひ皆さん2人で楽しんでください。はい、ね、以上カプコン最新ニュースでございました。ありがとうございました。はい、松潤さん、かなさんありがとうございました。ありがとうございました。